新年明けましておめでとうございます。陸上幕僚長の君塚陸将です。ハリソン司令官をはじめ在日米陸軍将兵並びにご家族の皆様、良き新年を迎えられたことを心からお喜び申し上げます。昨年米軍は多くの犠牲者を出した東日本大震災対処において、友達作戦という初めての日米共同オペレーションにより最高の友情を見せてくれました。また各種共同訓練、競技等の実施を通じ、陸上自衛隊と在日米陸軍が相互の連携及び理解信頼を真に深めることができた一年であったと感じています。陸上自衛隊を代表して在日米陸軍将兵の献身的な活動に対し、改めて敬意と感謝の気持ちを表したいと思います。日本における災害の傷跡はまだ癒えませんが、本年も我が国はもとよりアジア太平洋地域の平和と安定を揺るぎないものとするため、引き続き陸上自衛隊と在日米陸軍が協力関係をより強化にすることが重要であると認識しております。陸上自衛隊と在日米陸軍の間のさらなる相互運用性の向上と、より一層の相互理解信頼関係の深化により日米同盟のさらなる発展に貢献していきたいと考えています。最後に、皆様にとって本年が幸多い素晴らしい年となりますことを記念申し上げ、私の年頭のご挨拶とさせていただきます。